岡本義雄1月10日体は日本の高分子科学者、名古屋大学名誉教授、特別教授、ハルビン皇帝大学特兵教授、世界に先駆けて不正重合によって選択的に高分子を一方方向の螺旋型に合成したことで知られる。また、螺旋高分子を使用した共造異性体を分離する高速液体クロマトグラフィー用の光学分割カラム、 重点材を開発し、その成果は医療や高分子研究に利用されている。2019年4月には名古屋大学が岡本若手奨励賞を創設している。これは日本国際賞を受賞した際、賞金の一部を名古屋大学に寄付したためで若手研究者を支援するために設けられたものである。A、右 B、左 A と B は互いに、 共造異性体の関係1979年、世界初の螺旋光分子の合成に成功した。その最初の例は、かさ高い側差を持つメタクリル酸エステル類を重合させて、完全に一方向の安定なら、線構造を持つ光分子を合成した。開始剤として、プチルリチウムとスパルテインとの作体を用いている。ラジカル重合における立体規則性の発現についても、 独創的な研究を行っている。1981年、キラル化合物の研究、医薬品の開発、製造に不可欠なツールである、工学分割カラムを開発した。ありがとうございます。